皆さんはあんまり馴染みがないかもしれませんが、大きな、電気の会社で日立製作所という会社がご存知でございます。日立製作所の、元々の創業者小平成平さんという方がこの津屋のご出身で、こちらで生まれになって日立の方で、小さな、町工場から、大企業に発展させた、創業者の小平成平の出身です。これから小さな川を渡りまして、こっちに市に入りますが、思いのあというちょっと長い名前の川を渡ります。ちょうど今の時期ではないんですが、川の両側に桜の池がございましてね、思い川桜というそこにしか咲かない桜が咲くことで有名なところです。はい、思い川桜というと次に入りました。今は県庁はもちろん、福祉県は一番大きいです。昔、明治2年に開発したのは、その時には、この栃木市が県庁でございました。で、栃木市と宇都宮県と別に、栃木県、宇都宮県と2つの県に分かれていたんですけど、その後、栃木県という一つになりましたときに、栃木市から宇都宮県の県庁が変わりました。昔の県庁が置かれていたのは栃木市。
やっとこの高速道路が建設が決まった時にですね、実際にそこで建設にかかる費用の、だいぶ大きなあの金をですね、大半の金を日産自動車さんの方が負担をして建設費用に当てたということで、あのそういったことの事情があってですね、その上野川をですね、何でかんで通過させないとダメだということになってしまったんです。ですから本当はその先の岩船から